南阿蘇鉄道 DB10K ディーゼル機関車は入れ替え用機械扱いだった車両2両を鉄道車両とした南阿蘇鉄道のトロッコ列車経営用のディーゼル機関車で2両が1986年から2006年まで使用された。南阿蘇鉄道での廃車後2両とも平成筑法鉄道に売却された。 縦の橋梁を渡る DB10 経験員の列車線1986年4月に日本国有鉄道高森線を第三セクター鉄道に転換して開業した南阿蘇鉄道では将来にわたって乗客が減少することが見込まれ開業当初から厳しい経営が予想されていたことから早期に沿線外の乗客を誘致する施策を取る必要があった。 開業直後の1986年夏から国鉄無外貨車を改造したトロッコ客車2両を機関車2両で挟む編成で運転することとなり貨車同機を本線走行可能なように改造した DB10K2 両が準備された DB101 は国鉄が所有し中間駅で使用されていた入れ替え用機械 DB102 は水資源開発公団が所有していた 入れ替え用機械で、南阿蘇鉄道では1986年7月今日、3工業行として車席登録されている。最高速度を時速1 5トルから時速2 5トルに向上するため歯車比を変更、車輪系を大きくするとともに、客車2両を挟んで、総括制御できるよう改造された。大きな改造を受けることなく下記の トロッコ列車牽引に使用されたが、経年による性能低下が問題となり、2006年の運転を最後に廃車され、翌年以降の運転は心臓をされた DB16 型が担っている。DB10 系2両は、廃車後、平成筑法鉄道に売却され、同社の DB10 型として、文字港レトロ観光船で使用されている。 国鉄回路系貨車移動機の冷協参考業製の国鉄回路系貨車移動機を改造したものと推定され外観に見える大きな改造は施されていない。セミセンターキャブの10トン級貨車移動機で運転室は枕木方向でも片側に寄せられていた。車体は黒、台枠は赤に塗装された。エンジンは日野自動車製 DS50 ディーゼルエンジン変速機は 液体式である。客車2両を挟んで、総括制御が可能となっていた。制度装置として、空気ブレーキと手ブレーキを備える。開業当初から、将来にわたる、沿線旅客の減少が懸念された南阿蘇鉄道では、トロッコ列車の導入によって、沿線外の旅客を誘致することが計画され、 国鉄の無害貨車2両を貨車移動機を改造した機関車2両で挟んで運転するトロッコ列車ユースゲ号が1986年7月26日から運転された。当初は4月20日頃からの運転開始を計画していたが認可申請の遅れにより7月下旬からの運転となった。4月から10月までの土日祝日を中心に 運転され、夏休み期間は毎日運転された。最高速度が時速2 5トルと低いこと、経年による車両性能の低下により、2006年の運転を最後に DB10 型が廃車され、翌年以降の運転は心臓をされた DB16 型が担い、客車も改装されている。DB10K2 両は廃車後、平成筑豊鉄道に売却され、 モジコレトロ観光船で使用されている。ありがとうございます。